高松渡氏は、兵庫県加古川市出身のプロ野球選手、宇藤左田、中日ドラゴンズ所属。加古川市立尾上小学校1年生の時、自身の父も所属した少年軟式野球チームの浜手ロイヤルズに入団し、野球を始めた。ポジションは遊撃手と外野手だった。加古川市立浜の宮中学校時代は、軟式野球部に所属した。 滝川第二高校に入学すると1年生の秋にはベンチ入りを果たす。2年生の第98回全国高等学校野球選手権大会の県予選では4試合中3試合に出場し打率444を記録した。それまで様々なポジションを経験したが瞬速を生かせる遊撃手に強い愛着を持っていた。 しかし2年生の周期兵庫県大会1回戦において遊撃手で出場して6失策を記録してしまい、監督の指示で外野手へ転校することになった。3年冬の間は外野の練習をしていたが、高校3年春の兵庫県大会が終わった機会に監督へ直訴し遊撃手へ再転校を果たした。その後はショートの守備練習に重点を置き、腰高で、 体が硬い欠点を修正するために、ストレッチ運動も取り入れるようになった。2年生の3月に行われた、第47回明治神宮、野球大会優勝校である、理政者高校との練習試合に3番として出場、さよならのフォームを踏むなど5打数4安打3盗塁を記録し、理政者高校の強打者、安田翔健を目当てに集まったプロ野球スカウトから、注目を集める。 夏に行われた第99回全国高等学校野球選手権大会の県予選では、準決勝で、明石商業高校に敗れ、ベスト4に終わった。2017年度新人選手選択会議で、中日ドラゴンズに3巡目で指名され、契約金5000万円、年俸600万円で入団に合意した。背番号は0。2018年は2軍で3試合の出場で無安打に、終わった。 オフにアジアウィンターリーグに参加した。50メートル5秒8、一塁到達最速3秒53の俊足と広角に打ち分ける打撃が武器。高校通算11本塁打のうち9本がランニングホームランである。高校時代にはこのようなプレイスタイルから滝にの一郎と呼ばれた。全体の印象として中日守備総類コーチの荒木正弘からスピードがある細身の体型は 自身の入団時に似ているが、入団時の自分より、バットが触れていると評した。中日二軍内野守備走塁コーチの渡辺、広雪からは、守備や走塁技術はまだまだだが、単純な足の速さなら、チーム内で瞬足と名高い大島洋平や京弟洋太、以上だと位置づけた。また打撃について、渡辺からまだ球を引っ張れず、 パワーはないがバットを折らないミート力の高さを称賛されている。本職は遊撃手だが外野手もこなすユーティリティープレイヤーである。目標の選手は阪神タイガースの糸井吉夫。ありがとうございます。